はい、皆様こんにちは。コミッティ TV 焼きでございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はナンバーアイ平野翔さんの腕元にフォーカス。平野さんといえば、自身のインスタグラムにプライベートショットを公開し、身につけているファッションアイテムや腕時計に大きな注目が集まり、ネットニュースにもなるほど。そんなファンからの問いかけに、趣味はバイク、車、釣り、サバゲー、時計集めと答えた平野さんが愛用するコレクションをご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。最初にご紹介するのは、豪華絢爛という言葉がぴったりの希少モデル、ロレックスデイデイト、リファレンス 228398TBR。 ダイヤルに敷き詰められたパベダイヤ、10個のバケットカットダイヤモンドのインデックス、ジェムセットされたダイヤベゼルが特徴のこちらは、18金イエローゴールド製のケース、ブレスレットとの組み合わせが豪華な印象ながら上品さも感じさせる一本です。一般の方であればこのデザインを見て着用するのに物怖じしてしまうのではとも思いますが、そこは日本を代表するアイドル、カジュアルな私服とともに嫌味なくさらっとつけられるのはさすがの一言ですね。2本目にご紹介するのは、コレクション初となる 39mm のケース K で登場し、一躍話題を集めることとなったロレックスエクスプローラー1、リファレンス 214270。 2010年に登場したこちらは、2016年頃にマイナーチェンジが施されたことで大きく前期型と後期型に分類されています。前期型には過去のエクスプローラー1にてレア仕様と位置付けされていた369の夜光が入っていないブラックアウト仕様が採用されており、後期型は前期型に比べて針が大型化され、ケースとのバランスが良くなり、インデックス369に夜光が入ったことで視認性が向上しています。このエクスプローラー1をきっかけに時計愛に火がつき、その魅力に取りつかれたのかもしれませんね。3本目にご紹介するのは、まばゆいダイヤモンドきらめくハリー・ウィンストンオーシャンバイレトログラード、リファレンス OCABI42WW002。 秒と曜秒を2本のレトログラード針で表示する複雑機構を搭載したこちらは、6時1の小窓の日付表示、ベゼルトラグ、そして文字盤に最高級のダイヤモンド367個を贅沢に使用しています。またホワイトシェルが採用された文字盤は、見る角度によって表情が変わるなど、ダイヤモンドの輝きと相まって極上ともいえるほどの美しさを誇ります。こちらは平野さんが去年初めてインスタライブを行った際に着用し話題にもなった一本で、ベルトをホワイトに変えて楽しんでおり、非常にきらびやかな印象となっていました。きっと視聴していたファンの方々もそのオーラに惹かれたことでしょう。最後にご紹介するのは、キングオブロレックスとも称されているロレックスデイトナリファレンス 116515LN。 ダイヤルのアイボリーが柔らかい印象を与えてくれるこちらは、インダイヤル外周部にも18金ピンクゴールドを採用し、アリゲーターストラップの仕様で2011年にデイトナのラインナップに加わりました。2017年にオイスターフレックスが開発されたことに伴ってストラップがマイナーチェンジされましたが、2023年には惜しまれつつもディスコンとなっています。こちらのアイボリー文字盤はまるで平野さんを体現したかのような温かい雰囲気のあるモデルではないでしょうか。人気モデルデイトナを抑えつつ、ご自身に合ったセンスある時計をセレクトしているあたりも生粋の腕時計愛好家と言えるでしょう。まとめとなります。華やかなラインナップはまさに日本を代表するアイドルにぴったりの選択でしたね。平野さんの人気ぶりは先日の 2B 初ライブを見ても一目瞭然、驚異的な人気ですね。これからも平野さんの活躍と腕元に目が離せませんね。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となれば幸いです。